藤井康は、広島県福山市出身の元プロ野球選手、プロ野球コーチ、野球解説者。オリックスブルーウェーブの現役選手時代には、ミスターブルーウェーブ、康尾さんの愛称で親しまれた。2002年限りで現役を引退してからは、オリックスや福岡ソフトバンクホークスの打撃コーチを経て、2020年6月1日から、 関西総科高等学校の公式野球部でコーチを務めている。福山市で生まれ育ち、巨人の星に惹かれて、小学校2年生で野球を始め、当時は三流医師を務めていた。この頃から将来は、プロ野球選手になることしか頭になく、同じ左打ちの大貞春に憧れていた。福山市立高取中学校では、投手と外野手を兼任し、打球が、 ライト側の校舎を超えるほどの長打力があったという。野球留学で進んだ、先週高等学校でもポジションは変わらず、長打力を評価されていた一方で、変化球が苦手だった。甲子園出場はならなかったが、知人の勧めでプリンスホテルに入社し、プロ入りした石毛博則の公認として遊撃手へのコンバートが検討されたものの、 数日でこの案が却下されて一類種となっている。社会人時代には全日本代表の4番を務めたこともある。また20代前半で肩を故障して半年ほど野球ができなくなり、歯がゆい思いをしたという。第57回都市対抗野球大会では1試合に本類打でベスト8。社会人野球ナンバーワンの強肩とベース1周14秒5の瞬速を評価され、 1986年のドラフト会議で阪急ブレーブスから4位指名を受けた。東京に6年間行ったこともあって在京球団を希望していたが与えられた環境で頑張ることが大事ではないかという母の助言もあって入団を決めたという。担当スカウトは三和田勝利で契約金と年俸それぞれ4300万円、450万円で契約を結んでいる。 全日本代表のメンバーで同時入団した山越吉洋、元西敦弘と共に全日本塗料と呼ばれた。プロ1年目の1987年のキャンプから打球の飛距離はレギュラー陣にも引けを取らず、監督の上田理事に積極的に起用されて、同年は77試合に出場した。一方で金属バットから木製バットに変わったことで感触の違いや 頻繁に折れることに悩んだ。オフには結婚式を挙げ、上だから細く長く頑張れと言われて気持ちに余裕ができたことを後年までよく覚えていたという。1988年は5月下旬にブーマーウェールズが左膝関節炎で帰国し、代わりに一塁手を任されると打撃面で好成績を残し、五月十八日の体内回戦では初の四番を任されている。 また、同年は、ジュニアオールスターゲームで、決勝ホームランを放ち、MVP と、賞金100万円を獲得した。ブーマーの復帰後は、右翼手のレギュラーとなり、規定打席には達しなかったもののシーズンで20、本塁打を記録した。チーム名が、オリックスになった1989年は、ミノタコの遺跡もあって、開幕から右翼手のレギュラーとなり、 ブルーサンダー打線の一角を占めた。7月には、自身初のオールスターゲームに出場し、斉藤雅樹から2ランホームランを放って優秀選手に選ばれている。シーズン通算では打率、292、30本塁打、90打点の成績で、初のベストナインに選出された。1990年は5月に打率、363、6本塁打。 18打点の成績で初の月間 MVP を受賞し、自己最多の37本塁打、96打点をマークしている。1991年は5月3日の対日本ハム戦でサヨナラにランホームランを放ち、自身にとってプロでの本塁打の中で最も記憶に残っているという。しかし5月の守備練習中にフェンスに激突して無知打ち症となり、 左腕が痺れて首が動かなくなった。体のバランスが崩れたことで本来のバッティングフォームが損なわれ、同年は打率が222に大きく低下した。さらにバランスを崩したまま練習したことで両膝を痛め、翌1992年は出場試合数が20試合に激減している。同年オフの契約公開では1000万円減の 年俸4000万円となっている。試合に出られない期間は、辛抱強く治療と、トレーニングに取り組み、また家族と接する機会が増えたため自分を見つめ直すことができたという。1993年は、序盤の打率が1割台から2割台の間で、低迷していたが、5月18日の対ロッテ戦で3、本類打7打点を挙げ、7月には打率、324。 4本類が12打点で2度目の月間 MVP を受賞している。同年はチームトップの28本類が86打点の成績で2度目のベストナインに選出され、パリーグ特別表彰で努力賞を受賞している。また、11月のパリーグ東西大抗では決勝3ランホームランを放って MVP を獲得している。 オフの契約公開では4000万円増の年俸8000万円となっている。大木明が監督に就任した1994年は、ブレークした一郎が右翼手を務めることも多く、柴原実やキャブレラと共に右翼手や一類手として起用された。1995年は、阪神大震災の影響が強く残る中で、リーグ優勝を果たし、優勝の決まった試合で、 ウィニングボールを補給したこととともに非常に印象に残っているという。同年の日本シリーズでは第3戦から第5戦まで5番右翼手としてスタメンで出場している。1996年も規定打席には達しなかったが3年ぶりの20本塁打を記録し、日本シリーズでは第4戦以外は先発出場してチームも日本一になっている。 1997年は、打率、本類打、打点ともに前年を下回り、取得した FA 権の行使についても、球団からドライな態度を示され、野球協約の限度を超える40%減の年俸4800万円で契約を公開している。1998年は、打撃コーチの荒井博正の助言でバットを9 5 0ムから、 約 920g に軽量化して重心も先寄りにしたところヘッドスピードが速くなったという。飛距離が伸びたことでシーズン終盤まで本塁打を激しく争い、最終的にはトップのナイジェル・ウィルソンと3本差の30本塁打を記録している。当時は扇マジックと呼ばれる采配で起用方法が毎日のように変わっていたが、 打順などが固定された方がやりやすいと感じていたという。2001年は9月30日の対ロッテ戦で、小林正秀からパリーグ新記録となる、通算14本目の満塁本塁打、かつ日本プロ野球史上唯一の2時、3点差からの大打逆転サヨナラ満塁本塁打を放つなど、出場は88試合ながら、チームの日本人トップとなる15本塁打を放っている。 しかし打率は初めて1割台となり、契約公開では2000万円減の年俸3000万円となった。2002年は NPB の現役最年長野手の一人となった。その数年前から40歳を過ぎても現役続行を意識しており、7月7日に目標は達成された。 新監督の石木博則からは確実性を上げることを目標にキャンプで打撃を大きく強制されたが、かえって打撃を崩す一員となった。同年で現役を引退を決め、まだまだやれる気はするが以前よりもファンの期待に応えられなくなった自分が許せなくなったとその折に語った。10月13日の対近鉄戦で引退試合が行われた。 始球式では14歳だった長男と対戦し、試合後には引退セレモニーが行われた。これにより、阪急時代からオリックスに在籍していた選手はいなくなった。2003年から2006年までサーパス神戸で打撃コーチを担当。オリックス監督時代の奥義の背番号を自身の希望でつけていた。2007年から編成部へ移動。スカウティングを 初めて担当した小瀬博之やアメリカで視察したジョン・レスターなどを入団に導いた。2009年から二軍打撃コーチとして現場に復帰。新人時代に指導していた T 岡田にすり足打法を体得させたところ T 岡田はこの年のウエスタンリーグ公式戦で21本塁打を放った。もっとも T 岡田が33本塁打でパリーグの本塁打王を獲得した2010年には 編成部のアーマースカウトとして、中、四国地区を担当。コーチを続けたかった藤井にとっては、スカウトへの移動を命じられたことが不本意だったとの、ことで、自身と、同学年の秋山孝二が一軍監督を務めていた福岡ソフトバンクホークスからシーズン中の9月に、打撃コーチへの就任を打診されると、シーズンの終了後に、オリックスを退団した。2011年から、 ソフトバンクの一軍打撃コーチに就任すると、オリックスのアマスカウト時代に獲得を検討していた、柳田祐希を主力打者に育てながら、同年、2014年2015年のパリーグ優勝と、日本シリーズ制覇に貢献。2017年に二軍打撃コーチへ移動したが、シーズン終了後に退団した。2018年から、一軍打撃コーチとしてオリックスバファローズへ復帰。 2019年に二軍打撃コーチを務めたが、同年限りで再び退団した。オリックスを再び退団してからは、競泳組に勤務する傍ら、神戸中央リトルシニアのコーチとして活動している。さらに、学生野球資格回復研修制度を通じて、2020年2月7日付で資格回復の適性を日本学生野球協会から認定。 同協会に加盟する大学、高校の野球部での指導が可能になったため、同年6月1日付で、関西総科高等学校公式野球部のコーチに就任した。その一方で、野球解説者として、J スポーツのオリックス主幹試合中継に出演。朝日放送ラジオや MBS ラジオが、オリックス対ソフトバンク戦や京セラドーム大阪で、 開催のソフトバンク主催試合の中継を RKB 毎日放送への裏送り方式向けに制作する場合にも ABC 制作分では2020年9月、MBS 制作分では2021年6月から解説を随時担当している。現役通算282本塁打を記録した強打者だがあくまでヒットの延長上にホームランがあり自分のスイングができれば 自然と飛距離は伸びたという。また、安打に対する、本類打の比率が非常に高いという特徴があった。通算満塁本類打14本は、中村剛成なり、大貞春に次ぐ3位である。また、大打満塁本類打は、通算4本、シーズン3本のいずれも、日本プロ野球記録である。選球眼にもたけ、死球が非常に多い。 特に1999年には規定打席未満ながら四死球は78を数えるなど出塁率390を記録。通算の出塁率は打率よりも101高い。対戦した中で最も凄さを感じた投手として速球とスライダーのキレが抜群だった松坂大輔とフォークボールが一度浮き上がってから急激に落下するように見えた。 脳も秀夫の二人の名を挙げている。プロ入り直後は、渡辺彦信や各大元の投球に衝撃を受け、また若い頃は、打席で目が合うと笑ってくる、牛島和彦が苦手だったが、投手を剥き出しにしてくる、小野和義のようなタイプとは相性が良かったという。西崎幸宏からは、満塁打を三本打っており、これは、自身最多である。オリックスの二軍打撃コーチへ復帰していた時期には、 復帰するまで伸び悩んでいた T をカをブレイクに導いた一方で自身の指導方針が合わないまま対談した選手もいたというこのような事態への疑問や反省からコーチを退任した後に4スタンス理論を研究ソフトバンク以降のチームでは研究の成果を踏まえて4スタンス理論での分類に沿った打撃指導を心がけているオリックスを 再び対談した2019年末から中、高校生を指導していることについては、60歳の目前から子供を教え始めたことで、自分の指導力が細かく磨かれているような感じはある、と述べる一方で、この成果をもう一回プロで生かしたいから、常にスタンバイという気分でいる。オリックスのコーチに戻ることが一番良さそうが、自分の指導力を試すためなら、 どの球団に呼ばれても良いという表現で NPB への復帰に意欲を見せている。オリックスへの入団前に6年間勤務していたプリンスホテルでは社会人のオフシーズンを中心にホテルの業務にも従事。入社1.2年目に客室のベッドメイキングへ携わったほか、3年目以降は宴会や結婚披露宴のスタッフを務めていた。 関連会社でもある西武ライオンズの優勝祝賀会が開かれた際には駐車場を出入りする自動車を誘導していたという。オリックスの選手時代はファンサービスに熱心でファンからサインを求められた際には時間や事情の許せる限り応じていたという。毎日放送アナウンサーの松本舞子は神戸市内で生活していた小学生時代に当時オリックスの看板選手だった。 藤井のファンクラブへ入っていた。藤井の顔立ちと本霊だの軌道の美しさに魅せられたとのことで、松本一家が藤井の自宅の近所に住んでいたこともあって、当時からお互いに面識があったという。福山市内にある実家では、両親がカラオケ喫茶店を営んでいる。藤井本人も目指せ。根本要と称されたほどの美声の持ち主で、 オリックスの看板選手だった1999年には、陽子、99など3曲を収録した CD アルバムを、ブルースターレコードから出している。同 CD では、大島光一や谷義友もコーラスを務めた。この曲のプロデューサーだった、尾崎和幸との縁は深く、プリンスホテルへ勤務していた1985年には、尾崎和幸 コースタルシティがグランプリを受賞した第16回世界歌謡祭を日本武道館で観覧。オリックスへの在籍中にグリーンスタジアム神戸のオーロラビジョンで流れていた神戸新聞の CM にコースタルシティ解散後の尾崎のソロ曲が使われていたことへ気づいたため知り合いの音楽関係者を介して尾崎との交流を始めていた。ちなみに、ヨー九十九はヨーの カバーバージョンである。オリックス選手時代の1995年1月16日に大阪市内で開かれた先週高校公式野球部の OB 会の総会へ出席。酒を全く飲めないにもかかわらず、週夜営業のファミリーレストランで同窓生と明け方まで休校を温めた後に自家用車で同窓生を自宅まで送り届けてから阪神高速3号、神戸線を移動した。 当時はワールドウィングでの自主トレーニング期間中であったため、当初は神戸市内北部の自宅へ立ち寄ってからワールドウィングへ戻ることを予定していた。ところが神戸線では自宅に最も近い月見山で入り口を降りたところで、同月17日の午前5時46分に阪神・淡路大震災へ遭遇。遭遇してからも自宅まで運転を続けたが、 舗装が十分なはずの道を運転していながら、道にハンドルを取られるような感覚に陥っていたという。実際には、自宅や在宅中の家族に大きな被害はなかったものの、自宅が発災の直後から数日にわたって断続的に停電。断水にも見舞われたことから、春季キャンプ地の宮古島へ出発するまでは、家族揃って実家への避難を容疑なくされた。本人は引退後に、 神戸線の通過が10分遅れていたら、高架橋脚の倒壊に巻き込まれていたかもしれないとも、語っている。映画ラジオいずれも、現役からの引退後に出演。ありがとうございます。